はーい、こんにちは。沖縄おばばです。ちょっと考えさせられる問題があります。これもね、えー、できたら地元のね、えー、政治家さんですね。地元の、はい。えー、政治家さんにちょっと言った方がいいかもしれません。えー、結構大変な問題になる可能性があります。はい。えー、まあ、大変と言ってもね、多分富裕層は、 全然問題にはしないかもしれませんけど、はい。まあ、我々一般庶民にとっては大打撃な問題です。はい。何かというとね、はい、ロですね、ロはい。実はですね、これ、あの、皆さんね、気がついてない人非常に多いと思います。はい、えー、びっくりするような事実があります。えー、実はね、 ぬっぽんです。ぬっぽん、ろから、液化天然ガスってわかりますはい。液化天然ガスです。はい。それをね、大量に購入してたんですよ。はい。これを今、日本企業ですね。三菱とか三井が株式を持ってるんです。この企業に。はい。サハリンのね、とある天然ガスの企業です。 えー、これをね、どうにかして締め出そうとして、えー、いろいろ協議を続けているということですね。まあ、そりゃそうですよね。えー、だって、ね、敵だって言ってるところにね、そんなエネルギーなんてね、売れませんよね。誰がどう考えても。はい。まあ、やめさせるべきなんですけど、これは。 本当に、あのー、日本は手を引かないといけません。このことから。はい。えー、さもないと、電気代、ガス代が爆上がりします。なんと、そのサハリンのね、エネルギー企業です。はい。液化天然ガスの輸出企業。6割が日本に来ているそうです。はい。これがなくなるとどうなるでしょうかっていうのはもう考えなくてもわかりますよね。 はい、えー、非常に上がります。ちなみに沖縄の,の場合、米軍から買っているので、多分、えー、アメリカ産のだとは思うんですけど、おでもね、それでも多分、あのアメリカ産のもあの供給量少ないんで、えー、結構ね、えー、上がる可能性ありますね。はい。まあ、そういうことでございます。はい。 え、もうこれはね、えー、まあ地元のね、その政治家さんと、もし、えー、なんていうのかな。本当はね、昔はこういう習慣あったんですよ。地元の政治家とね、えー、こう密にね、連絡し合ったりとか、まあ商売やってる人は大体そうだったんですよね、昔から。うちなんか見てきましたんで、小さい頃、そういう光景をね、えー、まあ、県、県の、 お議員さんだったりとかね、県から国会出てる人だったりとかの人に、えー、まあ、年にね、何回かは、こう、挨拶に行ったりとかしてね、いろいろ何かあったら、こう、言ったりとか、かなりしてたの私、ちっちゃい頃からね、見てます。はい、車で、あの、そういうところに、あの、おうちに行ってるのを、私は、 知ってます、はい、なので昔はそういうつながりがあったんですけど今はそういうつながり薄くなっちゃってますよね。これもちょっと問題だと思ってますけどはいえー、議員さんとかにちょっと言わないといけないかもしれません。はいえー、6割です。はいえー、で日本全体の大体3割ですねがはあ炉の国のエネルギーを使っているということです。 これがなくなるだけでとんでもないことになると思います。はい、えー、料金かなり値上がりすると思います。はい、えー、これがね、別にね、どうでもいいっていうぐらいのね、あの、資産家だったら別ですけど、はい、あのー、一般庶民にとってはかなりの大打撃だと思います。あと、企業ですね。企業もエネルギー使いますので、工場を動かすにしても何にしてもね、えー、物価にこれは反映されてきます。 今、このサハリンのね、日本企業を、日本の株をね、えどうにかして、こう、なんていうのかな、取り戻そうっていう動きが、実は、炉の国で起こっています。はい。えー、これね、考えないと、お日本のね、 エネルギーというもの。はい。それを考えるときに非常に不利だということですね。はい。えー、まあ、なんというかね。<laughs> なんと言うかなんですけど、本当に。そういうところまでね、えー、考えてね、えー、キッシーちゃんは動いてません。はいあ。ただただ上から言われたから、ああいうふうに言ってるだけです。はい。えー、まあ、キッシーなんかはね、 あの、庶民じゃないので、あの人。だから、多分、あの、燃料がね、えー、電気代とか、ガス代が3倍、4倍になっても、別に、へのカッパなんだと思いますけど、そうじゃない人が大半ですからね。はい、えー、なので、このことは、ま、あ事実、一応ね、あの、この記事も貼っておきます。事実を、一応ね、添えて、えー、なんていうのかな。 議員さんに連絡した方がいいと思います。もうなんとかね、あのー、炉にね、敵対する行為はやめた方がいいです。もう懸命です。はい。えー、でないとね、多分ね、エネルギー供給と止まっちゃいます。炉からの。はい。えー、これ、あのー、なんて言うのかな。本のね、6波だけの問題ではなかったですね。はい。日本も関わり合っていましたということです。 はい。あんまりね、これもね、笑える話じゃないんで、もう、なんとか楽しい話題にしたいんですけどね、なんか入ってくるもん、ニュース、ニュースがこんなんばっかりなんで、えー、なんとかね、打撃を少し少なくして伝えようとは思ってますけど、それにしてもね、えー、あまりにもね、えー、考えなしというか、はい。そういう、あのー、生のね、風の態度には、もう本当にね、 呆、えー、れて、えー、お口があんぐりあいたまんまです。またこういう事実を知らないでね、色、えー、が悪い、色が悪いって言ってる人たちにもね、えー、考えてもらわないといけないです。はい、えー。実は日本のエネルギー供給のね、ほぼほぼ30%をロが持っているということです。はい。えー、これを失うと、 大変価格が上がって庶民の生活に大打撃ということを覚えておかなくてはいけないと思っています。はい。えー、まあそういうことです。まあ電気代はね、電気やガスやらはまあ節約して使いましょうということですけどね。はい。そういうことでございます。まあ、ね、えー、皆さん、あの、頑張りましょう。はい。えー、まあ、 できましたらね、そういう事実を周りの人やね、えー、あと、なんていうのかな、地元のね、議員さんでも誰でもいいんで、えー、ちょっとね、伝えてあげた方がいいと思っております。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。